レトルト食品は、機密性及び社交性を有する容器で密封し、加圧加熱殺菌を施した食品である。講義では、缶詰も含まれる。食品業界では、加圧加熱殺菌食品全般を、指す。なお、加圧加熱処理をレトルトと呼ぶ。レトルトパウチ食品とは、特に袋状の容器に密封したものを指す。なお、日本ではこれを、 レトルト食品と呼ぶことも広く定着している。香港では、レトルトパウチ食品について説明する。なお、レトルトパウチは、英語でも、レトルトポーチと呼ばれる。また同じ意味で、ボイルインバッグが使われる。日本では、レトルトパウチ食品品質表示基準によって、レトルトパウチ食品について、プラスチックフィルムもしくは、金属箔またはこれらを多層に合わせたものを袋状。 その他の形に成形した容器に調整した食品を詰め、熱溶油により密封し、加圧加熱殺菌したものと定義されている。陸上自衛隊のレトルトパウチ型や占領食、戦闘糧食、通型レトルトパウチ食品は、アメリカ陸軍補給部隊研究開発局が缶詰に代わる軍用形態食として開発したのが初めである。缶詰の重さや、 空き缶処理の問題を改善するのが狙いであった。その後、アポロ計画で宇宙食に採用されたことで、多くの食品メーカーに注目される。しかし、アメリカでは、当時すでに一般家庭に冷凍冷蔵庫が普及しており、各種の冷凍食品が発売されていたことから、全く普及しなかった。一方、日本では、当時は冷凍冷蔵庫の普及が遅れていたため、常温で流通。 保存できる缶詰に代わる新しい加工食品として期待がかけられた。1968年2月に大塚食品工業より世界初の一般向けレトルト食品としてボンカレーが地域限定ではあるが発売された。翌1969年4月にはパッケージングを改良した上で全国発売されている。ボンカレー発売当時の宣伝は 3分温めるだけで、すぐ食べられるという内容のものであった。宣伝からもわかるように、保存性よりも簡便性を全面に打ち出しており、インスタント食品の一種として普及していった。なお、多くのレトルト食品が販売されている現在でも、売上高の3分の1以上は、レトルトカレーで占められている。カレーには、多くのスパイスが使われているため、 レトルト臭と呼ばれる加熱不快臭が発生しても食感に影響しにくいためである。本来の目的であった軍用糧食としてはアメリカ軍自衛隊では広く利用されているが缶詰に比べて長期保存性に劣ることや衝撃や破損に弱いといった欠点があり、また野戦用の蛍光食としてはパッケージを直火で温めることができないという難点があるため、 軍用蛍光色としては世界的に見てそれほど普及はしていない。自衛隊でもレトルトパウチと缶詰の蛍光色が併用されていたが2016年2月23日の読売新聞により戦闘糧食を従来の缶詰タイプからレトルトパックタイプへ全面的に切り替えることを陸上自衛隊が決めたと報じられた。レトルト食品を封入している袋のことを レトルトパウチと呼ぶ。パウチは一般的に食品側にはポリプロピレン、外側にはポリエステルといった合成樹脂やアルミ箔を積層加工したフィルムでできている。空気や水分、光を遮断し内部の食品を密閉するための工夫である。食品表示としては遮光性の素材を使用したパウチ袋を使用しないとレトルトパウチ食品とは表記できない。 社交性のないパウチ袋の製品は、加圧加熱食品と表記する。原則として、容器内部の食品中央部において、摂氏120度で4分間、または、それと同等の熱がかかる状態に加圧加熱して、殺菌する。これにより、一般的な食中毒細菌の中で、最も耐熱性の高いボツリヌス菌を殺菌できると、される。ただし、 より耐熱性の高い菌は存在するので、無菌となるわけではない。長期に保存すると、食品の風味を損なうなどの経年劣化は、完全には抑制できない。業界内では、殺菌効力を表す数値化屋体で、通常、買い値が5から10程度の殺菌が加えられている。従来のレトルトパウチ食品における調理は、湯煎を用いるか、 内容物を食器に移し替え、電子レンジで加熱する方法が一般的な調理方法として記載されている。特に包装材にアルミニウムが使用されているものは袋のまま電子レンジを使用することはできない。しかし、近年は電子レンジに対応したレトルトパウチ食品が一般化している。包装材にアルミニウムなど金属類を使用せず、 袋内で発生した水蒸気を抜き取る蒸気抜き機構を持ち、耐熱性、保存性に優れた特殊フィルム素材が開発されたことで実現した。また、保存期間の短さがネックになっていたが、1年以上保存が可能な商品も開発されている。ありがとうございます。